カサネからのメッセージ？すぐに確認した方がいいよな。カサネからの呼び出し？もしかしたら俺を助けてくれたあの人に関わることを聞けるかも。お待たせ。相談したいことって何？あなた、話の前置きがなくていいわね。余計なことをいろいろ言う人が多くてうんざりしていたの。あ、ありがとう。そうだと思ってた。あなた、好きな人はいるの？え？なんでそんなことを聞くんだ？え？もしかして。具体的な好みのタイプは？将来設計について何か考えている？ランドール重工の仕事を継ぐ意思はあるかしら？ちょっと待てよ！どうしてそんなことを聞くんだ？心情調査よ。そのために俺をここへ呼び出したのか？もちろん、それだけじゃないわ。瀬戸さんがここで愛用の万年筆を落としたそうなの。ちょうどあなたと話をしたかったし、あなたなら瀬戸さんの持っていた万年筆がどんなものか知っているかと思って。万年筆？ああ、そういえば瀬戸隊長、綺麗な万年筆を持ってたな。でもなんで瀬戸隊長の万年筆をカサネが探してるんだ？やっぱりあなたも余計なことを聞くのね。そりゃ聞くだろう。変な顔してないで、万年筆を探しながら話しましょう。
で行こう。あのさ、もし万年筆が見つかったら、きっと瀬戸隊長喜ぶだろうね。そうね。よし頑張るぞーなんて。会話が弾まない。でも何とかして俺を助けてくれたあの人のことを聞かないとな。物資反応があるみたいだな。あなた、それなりに戦えるのね。本当にきっついな、この子。カサネ、俺も聞きたいことがあるんだけど、いいかな？何？俺、小さい頃に怪異に襲われて死にそうになったことがあるんだ。その時に海抜群の人に助けてもらったんだけど、それがカサネによく似てる人だったんだよ。それで重ねに心当たりはないかなって思って。私たち同い年よね。あなたが子供の頃は私も子供だったけれど。ああ、いや、例えば年の離れたお姉さんとか。静かに。え？敵だわ。戦うわよ。わかった。
せていこう。なんとか倒せたな。あれ、重ねの後ろに落ちてるの瀬戸隊長の万年筆じゃないか。これが。ありがとうユイト、助かったわ。ところでさっきの話だけど、俺を助けてくれた海抜軍の人の件？ええ、海抜軍名簿は確認したの？もちろんだよ。でも該当者はいなかった。除隊したのかもしれないけど。そうだ、昔助けてくれた人もその髪飾りと同じものをつけてたんだ。どこで買ったか教えてくれないか？そんなわけないわ。これはお姉ちゃんの手作りよ。え、そうなのか？ねえ、あなたの超能力も念力だったわよね。リアルな夢を見ていたってことはない？夢？どうだろう。確かに子供の頃のことだし、記憶にあやふやなところもあるんだけど。私、昔から不思議な夢を見るの。妙にリアルな夢。女の人がレッドストリングスってつぶやいて、私の周りに赤い糸が眉のように巻きついてくるのよ。子供の頃は夢が現実だと思って困惑したわ。同じ念力ならあなたもリアルな夢を見ていた可能性もあるでしょう。いや、夢じゃない。それは確かだよ。その人は俺にこのイヤーカフをくれたんだ。だから。そう。それじゃこれ以上は力になれないと思うわ。ああ、いや、うん、変な話をしてごめん。別に。万年筆も見つかったし、俺そろそろみんなのところに戻るよ。ええ、そうね。ありがとう。いい調査になったわ。そうか、忘れてたけど心情調査されてたんだった。なんで俺を。それじゃ、さよなら。俺も帰ろう。